皆様こんにちは、SAP サービス丸分かりやるぞ Rise with SAP 編 BTP を活用するために知って得する技術情報の動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本動画では BTP インテグレーションスイート、プロセス連携ツールの使い分けの後編を解説させていただきます。私、本動画を担当させていただきます SAP ジャパンクラウドサクセスサービス事業本部の佐久本と申します。よろしくお願いいたします。この動画では前編後編の2本立てで構成しています。前編ではお客様やパートナー様から行き交われるオンプレミス間のや、ハイブリッドの、プロセス連携について SAP が提供するクラウドインテグレーションとプロセスオーケストレーションのどちらを使うのがいいのかという疑問について、また、プロセスオーケストレーションから、クラウドインテグレーションへの移行の方向性についても、ご説明をさせていただきました。この後編の動画では SAP が提供するアリバやサクセスファクターズなどの LOB SaaS に関して独自の連携ツールを持つものがあるので、そのツールの概要及びクラウドインテグレーションのとの違いについてご紹介をさせていただきます。またインテグレーションスイートについては以前公開されましたやるぞ Rise with SAP の BTP って何ができるの簡単解説シリーズで、インテグレーションスイートではどんなサービスがあるのかについてと、インテグレーションスイートを使った S4HANA の典型的な連携パターンごとの実現方法例について、紹介している動画をそれぞれ公開しておりますので、本動画と同じく、SAP、やるぞ Rise with SAP の登録ページにて、ご視聴いただくことで、見ることができますので、お時間ある際にぜひご視聴いただけますと幸いです。では後編の本編である SAP LOB SaaS のための連携ソリューションについてご紹介をさせていただきます。 SAP は顧客の要件に応じて SAP S4HANA の提供するビジネスプロセスのみならず SAP の LOB SaaS のクラウドソリューションを多く提供しています。例えば人事管理ソリューションであるSAP サクセスファクターズ、非正規雇用者管理システムの、SAP フィールドグラス、経費精算ソリューションのコンカ、購買ソリューションの SAP アリバなどがございます。これらは SAP S4HANA と連携して様々な機能を提供します。そのための事前定義済みコンテンツがインテグレーションスイートで提供されているものもありますが、LOB SaaS 独自の連携ソリューションを持つものがございます。この動画ではその中でもアリバとの連携に使われるアリバクラウドインテグレーションゲートウェイ CIG とサクセスファクターズ向けのインテグレーションセンターというソリューションについてご紹介をさせていただきます。ではまずはじめにアリバの CIG についてご紹介をさせていただきます。 SAP アリバはアリバネットワークやアリババイングなどの購買に関する様々なソリューションを提供します。それぞれのソリューションでは利用可能なインターフェースの種類が異なるため、それぞれの異なる方式でのインテグレーションシナリオを構築する必要がありました。例えばアリバネットワークは CXML、EDI、ファイルなどと統合ができ、アリババイングはウェブサービス、ファイルなどで統合することができます。両方のソリューションをお使いのお客様の場合、S4HANA とそれぞれのサービスを統合するために、異なる方式でのインターフェースを構築する必要があります。それでは不便なので、アリバでは、アリバクラウドインテグレーションゲートウェイ CIG を提供しました。これにより、すべてのアリバクラウドソリューションと SAP S4HANA や ERP などとの連携シナリオをまとめて構築することができるようになります。CIG では、取引先、アリバネットワーク、アリバソーシング、バイング、コントラクトマネジメントなどの、SAP アリバクラウドソリューションと SAP ERP や S4HANA などの、顧客用バックエンドシステムを簡単に接続し、統合プロセスを加速することができます。直感的なセルフサービスツールで、プロセスを素早く構成、拡張テストができ、自動アップグレードと監視によってトランザクションをスムーズに流し続けることが容易にできます。こちらが CIG の特徴となっていますが、統合状況や
トランザクションのステータスを検索、追跡できるようなダッシュボードが提供されたり、フィールド拡張や、接続マッピング、値変換などの、処理が簡単なウィザードベースで、作ることができます。また、スキーマやコンテンツ変換などの、ドキュメントのバリデーションというのも可能となっています。そして、作った連携シナリオを、本番環境に移行する前にセルフテストを実現するためのツールというのも提供されています。はい、こちらは CIG のアーキテクチャとなります。こちらのアーキテクチャでのポイントは2つあります。S4HANA との連携には、アドオンベースの連携と API ベースの連携がありまして、S4HANA に対して、アリバ用のアドオンコンポーネントをインストール必要があるということです。また、CIG から S4HANA への連携というのは、SAP クラウドコネクタを利用することができますので、インバウンドの通信を許可する必要はありません。CIG をご利用いただくためには大きく3つのステップがございます。こちらでは、アドオンベースの連携についてのステップをご紹介します。まずはじめに SAP S4HANA にアリバ用のアドオンと SAP クラウドコネクターのインストール及び設定をします。次に S4HANA の情報をアリバと同期させた後、CIG でウィザードを利用して連携シナリオを構築します。そして最後に事前定義済みスクリプトやカスタムのテストケースを追加して、本番環境を移行するための前に、テストを行います。では、アリバ連携を行う際、CIG とクラウドインテグレーションをどちらを使うかですが、基本的に S4HANA に対して連携する場合は CIG を、ご利用いただきます。ウィザードベースでの簡単な設定やテストツール、モニタリングツールなどの提供があります。CIG の設定のみで対応できない場合には、S4HANA のアドオンプログラムに対して開発を実施するケースというのもございます。一方で、アリバの連携先が S4HANA 以外のサードパーティーシステムである場合には、CIG は、利用することができないので、クラウドインテグレーションが利用されます。また、CIG だけでは対応できないカスタム要件があるような場合には、クラウドインテグレーションが利用されます。なので、まずは、アリバとの連携を行う際には、CIG で対応できるかということをまずご確認いただければと思います。では、続いてサクセスファクターズの連携についてご紹介をさせていただきます。SAP サクセスファクターズはご存知の通り、SAP の提供する人事ソリューションです。SAP サクセスファクターズでは、シンプルな連携を素早く、かつ簡単に構築するためのツールとして、業務担当者向けにインテグレーションセンターというのを提供しています。インテグレーションセンターでは、技術者ではない業務担当者がマウスクリックの操作だけで、わずかな時間でインテグレーションを構築し、必要に応じてモニタリングをできるようにすることができます。事前定義済みテンプレートと、ガイド付きのワークフローが利用可能のため、簡単にインテグレーション用のファイルを作成することができます。構築のためのワークフローは、基本的に4つのステップで構築されています。まず最初に、対象データの抽出。そして、抽出したデータをどういうフォーマットで、どこへ、いつ送信するのかっていうのを設定してあります。そして、インテグレーションが、いつ実行されるのかを出力し、スケジュールし、それを実行します。そして、インテグレーション機能実行を監視し、場合によってそのエラー分析を行う、モニタリングを行います。サクセスファクターズは、パブリッククラウドの HXM プラットフォームと ABAP ベースの EC ペイロールがあります。この2つのシステム間は自動連携が行われています。HXM プラットフォームと EC ペイロールが、それぞれ外部システムで連携する際には、HXM に対してはファイル出力する、インテグレーションセッター、API でアクセスするクラウドインテグレーションが、利用することができます。EC ペイロールの場合は、
クラウドインテグレーションに加えて、ABAP 連携プログラムを利用することができます。これは既存の SAP HCM をご利用のお客様の場合、今あるアドオンプログラムをそのまま利用したいというニーズが多いため、この形式が残されています。では、インテグレーションセンターとクラウドインテグレーションの比較です。繰り返しになりますが、インテグレーションセンターはドラッグアンドロップで人事担当者により、簡単に設定することが可能です。また、SFTP サーバーにファイルをエクスポート、もしくは、SFTP サーバーからファイルのインポートが可能ですが、SFTP サーバーと連携システムとのファイルのやり取りは別途必要になります。ここに、クラウドインテグレーションを追加で、利用するというケースももちろんあります。クラウドインテグレーションの連携というのは開発難易度は高くなりますが、スクリプトにて、複雑なシナリオを対応することができます。また、様々な外部システムの連携ということも可能となっています。こちらは実際に対応した連携シナリオの例となっています。サクセスファクターズでは、インテグレーションセンターを利用して、業務担当者が必要な人事情報をのファイルを定義して出力をしています。で、SFTP サーバーに出力された人事情報の入ったファイルをクラウドインテグレーションから取得し、サードパーティーのシステムに対して REST API で送信するという形が取られていました。はい、後半のまとめとなります。SOP、LOB SaaS では、アリバではクラウドインテグレーションゲートウェイ、サクセスファクターズではインテグレーションセンターといった独自の連携ソリューションを持つ製品がございます。いずれも簡単にシステム間の連携を実現するためのツールです。独自の連携ソリューションで対応できないという場合には、インテグレーションスイートによる連携というのを実施いただければと思います。はい、以上、簡単でしたが、Adobe SaaS との連携についてのご説明でした。BTP についてご視聴者の皆様のご理解が含まれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。